今日はここからスタートです。アラモアナセンター、日曜日のアラモアナセンター。ね、うん、さあ今日は2024年3月17、うん、17日曜日です。今お昼の12時前ぐらいです。今日はね、久しぶりにお昼にアラモアナセンターに来てます。気持ちいいね、うん、人があまりいない。どこ行くの、うん、ノースフェイス、ちょっとお土産見るの、うん、うん、ノースフェイス行きましょう。楽天で休憩中です。あ、気持ちいいね。なんか今日全然人おらんね。うんうん、ないね。ね、なんでかな。ディオールカフェも全然いない。あ、韓国であんなにね、レザーベーション入れない入れない言われたけど、入れてもらったけどね、うん、ハワイから来たよって言ったら、うん、でも値段も価格も多分 50% くらい違ったね、うん、だから韓国のディオールはおすすめ。ここはほんと高いけんね。まあいいけどね、うん、さあ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 、そんなわけで。うん、リモは？うん、行こう行こう。あの黒いね、パイロットが欲しいっちゃん。だけんさ、それをちょっと見に行こう。あるかな？あると思う？あると思う？あるといいな。リモはに行きました。欲しかったね。でもは？うん。ママ？ママやね。うん、わあ、ちょっと今日見て。ブーケンビリアがめっちゃ綺麗。お花、お花。いいね。めっちゃハワイって感じやん。やっぱね、ちょっとでもこうさ、ハワイを離れるとハワイの良さに気づくというか、ずっとここにいたら多分このブーケンビリアのさ、こんな咲き誇ってるのもきっと日常すぎて気づかなかったんだろうけど、いいね。あ、そうだね、まだ私ここ行っとらんよ。行きたいの？行く？ここ行く？行く？今食べる？うん、そうする。じゃあここで今日はバーガー食べましょう。ちょっと美味しそうね。でも辛そう。カルちゃん好きだな。私は何にしよう。ファイサーのバーガーは見れないよ。見れない？だから私ファイサーのバーガー。うん、私が見るにする。見るどこ？見るがバスケサイド。ここね。じゃあ私ダブルベッカーに。うん。アボカドミール、うん、どう思う？なんか違うのがいいかな。ん？スーパーメルトは何？スーパーメルトはパティセビトウィンティックブレッドグリルウィスクリームチーズ ベーコンかオニオンピコーベーコンがあるかないかかな。でもこっちはカラメルオニオンか、美味しそうだな。スーパーメルトとダブルデッカーどっちがいいかな。これもグッドメールだ。何？オリジナルコンボーダー。何それ？マッシュルーム？うん。
私はウォールディッカーバーガーダブルにアボカドをアットしました。こっちはなんか辛そうだね。なんだろうこれ。いただきます。いただきます。ちょっとブラブラしよっかね。アロに行くっちゃろ。アロに行くね。今日はね、今日祝日だよ。セントパトリックデーでしょ。セントリックパトリックデーだから緑の人がいっぱいいるかなと思ったら全然いないね。私緑だよ今日。ロゴだけ緑。おお、ここら辺に来るとちょっと盛り上がってるね。人が多いエリアになってます。なんか変わったかな。お、いい香りがする。なんかお店チェンジしたと思う？ないね。新しいお店ブルガリーマルニオメガ。こっちは？こっちもないね。うん、変わってない。じゃあハローに行こうか。あ、いいですね。とても気持ちがいい。やっぱりこの空がね、最高に気持ちが良いです。とハローでチェックしましょうか。やったやったー。そう、ちょっとね、ずっと欲しかったね、バッグを買ってもらいました。ありがとう。バレンタイン、これは何だろう。毎日ね、使えそうな、スポーツの時に、スポーツの格好をしている時に使えそうなアロのバッグをね、バッグにしました。ありがとう。はいはいはい。というわけで今日はまさかのね、アラモアナでショッピングするっていうね一日になって私は嬉しいです。イエイイエイ。さあどこ行こっか。これお願いします。アウトレット行くの？アウトレット多分ない。もう行かないでいい。じゃあもうちょっとだけアラモアナセンターブラブラする。そうだね。お土産も買わないけんね。いっぱい買うっちゃろ。うん、お菓子ね。お菓子のお土産いっぱい買うでしょ。だからでもお土産それ買うのはコスコかサムズクラブだから、アラモアナセンターはないかな。どこ行く？ヴィトン、プラダ、シャネル、ターゲット、スヌーピー？スヌーピーショップないよね。ボッテガ。ターゲット行こうか。うん？ターゲット行く？ターゲット行こう。タックテル。あ？タックダイヤあるやん。そうやね。多分ちょっと見に行こう、見に行こう。そうそうそう、友達からね、ターゲットに卓球台がね、あのおもちゃですよ。おもちゃでもないけど、なんだろう、自宅で簡単にできるような感じのやつがさ、セールしてたよって言ってて、$350が100ドルぐらいになってるみたいなので、それをね見に行こうか。見に行こうと思います。もしもし、多分違うよ。ずっとあるよ。ポップアップないよ、うん、見て、ここ ITL ゴルフクラブにチェンジしたよ。多分韓国人だね、オーナー。多分だけど。楽しそう。いいな、こういうのがいいね。
こういうみんながさ、アラモアナセンターとかでもさーっとサクッとできるようななんか場所があったらね、いいなって思ってます。アラモアナセンターになんかどうですか、卓球とかあったらみんなするかな。日本はさ、ほら温泉とかにあるじゃないですか、そういうイメージが欲しい、サクッとするみたいな。じゃあターゲットへゴー。さあターゲット行ったんですけどなかったので、もうちょっとだけねブラブラして帰ろっか。天気もいいね、めっちゃいい。お家でチルしますか、それが一番だね。ちょっと今日のバッグこれ、じゃーん。もうね、ほんとこれ5年ぐらい欲しかったかもしれん。ほんとだよ、5年ぐらいずっと欲しかった。だから嬉しいよ、ありがとう。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。見て見て、めっちゃハワイ、いいね。じゃあね皆さん、また明日、バイバイ。眠いやん。 Thank you.